どうしてこんなことになっちまったんだ。副長、こちらにいらっしゃいましたか。実はご報告しなければならないことがありまして。給与もできた。お前はこの店に残って高藤さんの聞き込みをしていろ。お前は逃げるために俺にくっついてきたのか。ならつまらねえ質問するんじゃねえ。やることをやって待ってろ。いいな。神妙にしろ。新選組の御用改めだ。ここの主人はどこにいる。私がこの店の主人ですが、本日は一体どのような御用向きで。分かりきったことを。何でもお前はこの店に尊上過激派の浪士を出入りさせているらしいではないか。一体何を企んでいる。答えによっては豚所に連れ帰り、詳しく詮議させてもらうぞ。滅相もない。そのようなものを出入りさせたことなどございません。ほう。つまり我々新選組がデタラメを言っているとそう申すのだな。 いえ、そういうわけでは。我々とて善良な民の商いの邪魔をしたいわけではない。お前の態度によっては隊への報告を取りやめてやっても構わんのだが。それはつまり。お前の誠意を見せてみろと言っているのだ。そのようなことはできません。そもそも我々には何らやましいことなどありませんから。なんだと。貴様、今日の治安を預かる新選組に盾つくつもりか。いえ、決してそのようなことは。豚所まで連行する。浪士どもの手助けをしているに違いない。連れ帰って口を割らせてやる。そんな。ダメですよ。女の子が危ない真似をしちゃ大怪我するから。いいから。こういうことはお兄さんに任せておくものです。すみません、ちょっといいですか。あなた新選組の方ですね。だとしたらどうだというのだ。そちらの主人は尊上過激派を出入りさせてないと言っているようです。一体何の疑いでこの方を連れていくつもりなんでしょうか。
なんだ、私の邪魔をするとは。貴様、この店に出入りする不貞老子の一人か。邪魔をしたら不貞老子とは。取り調べも何もあったものじゃないですね。我々のタイムを妨害しているのだから証拠としては十分だ。わかりました。ここだと他の人たちに迷惑がかかりますから、外に出ませんか。不貞の輩が、ようやく己の立場が分かったようだな。話せ。話さぬと。まさか本気で刀を抜くつもりじゃないですよね。もし抜けば僕も見て見ぬふりができなくなってしまいます。そうならないようにしたいのですけど。人が集まってきているようですよ。本当に抜くつもりですか。貴様の顔忘れはせんぞ。覚えておけ。とんだ災難でしたね。さあ、中に戻りましょうか。はい、あのくらい平気です。あなたが知っていた顔によく似ていたからです。はい、いいですよ。ただの勘違いだったみたいですね。とりあえず中に入りましょう。せっかくのお茶やお菓子が台無しになってしまったし。もしかしてわざわざ入れ直してくれたんですか。しかも羊羹まで。はい、ありがとうございました。本当に助かりました。お礼を言われるほどのことじゃないですけど。でもありがとうございます。僕甘いもの大好きなんです。それはよかった。存分に召し上がってください。それではごゆっくり。得しちゃいましたね。羊羹、よかったら半分どうぞ。そうですね。では僕がいただいてしまいますね。あのお侍さんが身風呂を追い払ってくれたんだって。武士の中にも意外といい人がいるものなのね。しかし役者みたいな美なんだな。その上腕も立つなんて。あの、すみません、僕の分のお勘定は
ここに置いておきます。それでは僕はここで失礼します。もう無茶なことはしないようにしてくださいね。どうかしましたか？別にお礼を言われるほどのことはしていませんよ。でも新選組は随分評判が悪いみたいですね。さっきのようなことをしてたら仕方がないのかもしれないけど、どうしてあなたが謝るんです？別にあの人の仲間ではないでしょ。いろいろ事情があるみたいですね。これ以上は詮索しないでおきます。それでは僕はそろそろ行きますね。気にしないでください。会えて嬉しかったよ。少し待たせちまったな。どうだ、コードさんの情報は何かあったか？そうか。まあそう簡単に足取りがつかめるわけはねえ。気にするな。武田がそんな真似を？今日見たことは誰にも話すな。お前の面倒を見ている幹部大使たちにもだ。言わなくても分かってるとは思うが、事情を知らねえ大使には決して気を許すんじゃねえぞ。新選組も一枚岩じゃねえ。特に武田の野郎はお前の事情を知らされていねえからな。でお前を助けてくれたその侍っつうのはどこの誰だったんだ？それじゃ礼のしようもねえじゃねえか。まあいい、どこかで見かけたら今度こそ名前を聞いておけ。親父さんのことは残念だったな。斎藤か新八たちが何か手がかりをつかんでくれてるといいんだが。すみません、こちらが新選組の豚書ですか？こんにちは。お茶屋さん以来ですね。いいえ、大したことではありませんでしたから。それより元気そうで何よりです。僕は伊庭八郎です。
ええ、実は。やっぱりトシさん、八郎です。お久しぶりです。おめえは八郎か。なんだってこんなところにいるんだ。驚きました。幕命で教室に来てるんです。それより新選組って本当にトシさんたちのことだったんですね。この目で見るまでは信じられなかったけど。おめでとうございます。本当に侍になれたんですね。おい、冷やかすなよ。まだ扱いは浪人と同じなんだからよ。でも侍になりたいって夢が叶ったじゃないですか。冷やかすなって言ってんだろう。いいえ、江戸じゃ泣く子も黙る新選組といったらとても有名なんですよ。それに池田屋の話も聞いています。皆さんとてもご活躍だったみたいですね。ま、ぼちぼちってところだ。こいつが迷惑をかけたっていうか、余計なもんを見せちまったようだな。たまたま通りがかっただけです。それに私事中でしたから、どこにも報告はしていません。そいつはすまねえな。まあ立ち話もなんだ、中に入ってくれ。今日に来たのは幕命って言っていたな。何の仕事で来たんだ。今は奥詰役を務めています。こいつは幕府直参の旗本で、奥詰っていうのは将軍の身辺を守る奴らのことだ。いえいえ、そんなことありません。父の仕事の縁でたまたまなんです。ああ、お前の考えてることはわかるぜ。なんで俺と知り合いかってことだろう。こいつはな、旗本であると同時に江戸じゃ四本指に入る道場の一つ、新行東流伊庭道場の跡取り息子だ。その伊庭道場と俺たちがいた道場とはそこそこ交流があってな。その縁だ。ええ、そうなんです。だからトシさんたちがいる京に来ることになってとても楽しみにしていたんです。勝手に喜んでろ。だが覚えとけよ、今日はそんなに楽しいところじゃねえからな。はい、肝に銘じておきます。でもそんなに危険なのに女の子でも大使が務まるんですか。もしかして秘密だったんですか。彼女が女の子なのは初めて見た時から気づいていました。彼女のせいじゃありません。分かってる。見るやつが見りゃ分かることだ。こいつはちょいと訳ありで預かってて、表向きは男ってことになってる。
新選組でも一部の奴らしか知らないことだ。だからここでも下手なことを口にしないでくれ。わかりました。そのわけ僕が聞いてもいいですか？こいつの親父が行方不明でな、捜査に協力してもらっている。行方不明って、もしかして雪村光道さんがですか？ちょっと待て、なんでこいつの親父が光道さんだって分かったんだ？それはすごい昔のことですが、雪村診療所に行ったことがあるんです。僕のこと覚えていませんか？まあ小さな頃のことですから覚えていなくて当然ですよ。ありがとう。では改めてよろしくお願いしますね。おい、客人に向かって今度はちゃんと覚えますじゃねえだろ。いいですよ。それに彼女が忘れないうちにまたすぐ来ますから。はあ？何言ってやがる。お前は来なくていい。そう言わないでくださいよ。同じ江戸出身の吉見じゃないですか。おいおい、八郎じゃねえか。聞いたことがある声だと思ったらお前だったのか。新八さん、原田さん、それに皆さんもお久しぶりです。そうか、お前も今日に来たのか。武者修行か、それとも狂犬物か。なわけねえし、お偉いさんの護衛とか視察なんだろ。まあはい、そういうところですね。あんたが今日に来るとなると、それなりの職務に就いたということか。ふーん、君も今日に来たんだ。ま、死なない程度に気をつけなよ。助言ありがとう。覚えておきます。じゃあ今度飲みに行くか。なんなら今からでもいいんだぜ。あいつは旗本で伊庭道場の跡取り息子のくせに、何が気に入ったのか知らねえが、俺たちとつるみやがってな。まあちょっとした顔なじみだ。訪ねてきたら中に通してやってくれ。では江戸に戻ったら光道さんのことを聞いてみます。言っておくが、その件は内密にしてくれ。わかりました。誰にも口外しません。お前はあの時の何をしにここに来た？何を言ってるか分かりませんが、あなたとは初めてお会いすると思います。私を愚弄するつもりか？貴様、
名を名乗れ。僕は幕府直参旗本大番士奥詰役伊庭八郎と申します。幕府直参奥詰伊庭、あの伊庭道場の。はい、今日に所用があって参りましたので、旧知である司令官の皆さんへ挨拶に寄ったところです。挨拶などと嘘をつくな。先日のことを告げに来たのだろう。あくまで挨拶に来ただけです。それとも先日のこととやらを思い出した方がいいでしょうか。くそれはあなたがそう言うならそれでいいでしょう。私は失礼する。トシさん、今の方は？五番組組長の武田官流斎だ。先日の茶屋の話は雪村から聞いてる。悪かったな、お前に迷惑はかけねえようにする。僕は大丈夫ですが、この子の方を気にかけてあげてください。一緒にいたのがバレたら大変そうです。ああ、わかった。それじゃあまた会いに来ますね。ダメですよ、女の子が危ない真似をしちゃ大怪我するから。無理はしない方がいいですよ。電報の喋り方なんてあなたには似合いません。ついさっきからです。あなたも意外とお茶目なところがあるんですね。あれ、どうしたんです？赤くなっちゃって。僕何か変なことを言いました？いえ、今日はトシさんたちじゃなくてあなたに話があるんです。はい、実は先日まで江戸であなたのお父上のことを調べていたんですけど。雪村診療所を訪ねてみたり、近所の人から話を聞いたりはしたんですが、残念ながら高堂さんが戻ってきた形跡はありませんでした。落ち込むのはまだ早いですよ。実は
京に戻ってきてから僕、行動さんらしき人の噂を聞いたんです。ええ、それで大使の方にお願いしたいことがあって。どこかで聞いたような声がすると思ったら伊庭くんじゃないか。今日に来ていたというのはトシさんたちから聞いていたが、久しぶりに会えて嬉しいよ。井上さん、ちょうどよかった。お願いがあるんです。おやおや、何かな。私で力になれることならいいんだが。井上さんの許しは得ましたから大丈夫ですよ。まあ多分どこかで監察方あたりが僕たちの様子を伺っているとは思いますけど。すみません、正直に言います。実は行動さんの噂を聞いたというのは嘘なんです。さっきあなたがあまりにも辛そうな顔をしていたので放っておけなくて。せめてこうして外に出ることで気を紛らわせてあげることができればと思ったんです。そういうことになりますけど、多分彼は僕の真意ぐらい見抜いていたと思いますよ。僕みたいに表には出さないけど同じような気持ちでいたんじゃないですかね。でも実際行動さんは死んではいないと思います。腕利きの乱歩医ならばどこの班でも無限にされることはありませんから。ちょっと待ってください。それじゃあ意味がないでしょう。あなたに少しでも気晴らしをしてほしくてこうして連れ出したのに。井上さんも僕と同じ気持ちだってさっき言ったでしょ。ろくに気晴らしもしないうちに豚所に戻ったりしたら、それこそ僕や井上さんの行為を踏みにじることになりますよ。今は周りに新選組の大使もいません。めったにない機会だと思って好きなことをしてみたらどうですか。はい、井上さんから聞きましたけど、せっかく来たのにろくに強権物もできなかったんでしょ。何でもいいから言ってみてください。あなたがしたいことは何です。散歩？それだけでいいんですか。ありました。じゃあそうしましょう。にしてもあなたはずいぶん無欲なんですね。かんざしの一つぐらいねだってもいいのに。
あなたが焦ったり心配する気持ちはわかりますけれど、ここで気を張り続ければ見つかるものでもありません。病は心労から来るって言うでしょ。病気にでもなったらお父上も悲しみますよ。それじゃあ行きましょうか。今日の木倒れ、大阪の食い倒れなんて言いますけど、こっちの女の子は木道楽ですね。あなたもああいう着物を着ればすごく似合いそうなのに、もったいないことこの上ない。冗談じゃありませんよ。いつか綺麗な着物を着たところを見られるのを楽しみにしていますね。あ、この間のお店だ。せっかくだから寄っていきましょうか。君は真面目ですね。まあ、そこも君のいいところですけど。次はちゃんとお茶の許可をもらって外出することにしましょうね。そういえばこっちって甘いものがすごく美味しいですよね。前にカステイラってお菓子を食べたんですけど、あれすごく美味しかったですよ。卵が入ってるので滋養にもいいみたいですし、いつかあなたにも食べさせてあげたいな。そうですよね。名残惜しいな。お、いえ、顔を上げてください。あなたを困らせたいわけじゃないですから。機会は今日だけじゃないですよね。また折を見て誘います。仕方ありませんよ。だってあの時あなたはまだ5つかそこらでしたから。あの時の約束覚えてますか？ダメですよ。女の子が危ない真似をしちゃ大怪我するから。そう、そのことですね。気をつけなきゃいけませんよ。そろそろ豚書へ戻りましょうか。送っていきますから。
気づいたか。さほど鈍いというわけでもないよ。そのなぜっつうのは、どうやってここに立ち入ったかを聞いてやがんのか。だったら答えは簡単だ。俺ら鬼の一族には人間が作る障害なんざ意味をなさねえんだよ。我々はある目的のためにここに来た。君を探していたのです。鬼を知らぬだと本気で言っているのか。君は負った傷がすぐに癒えませんか。波の人間とは思えぬほど怪我の治りが早くありませんか。ああ、なんなら血ぶちまけて証明した方が早いか。知らぬ。貴様貴重な女鬼に傷を負わせるつもりか。んなこと言われてもこいつの往生際が悪いんだからしょうがねえだろうが。多くは鬼を示す生徒、東の鬼が持つ子だし、証拠としては十分に過ぎる。言っておく。お前を連れて行くのに同意などいらん。女鬼は貴重だ。共に来い。一体何の話をしているのかは分かりませんが、彼女は普通の女の子ですよ。昔からずっとね。大丈夫ですか。間に合ってよかった。僕も家持ち婚の護衛のためこの二条城を警護していたんです。奥詰めですからね。これでも何だ貴様、邪魔立てするつもりか。あなたの答えによってはそうなるでしょうね。貴様ごときに用はない。将軍の座敷犬ならそれらしく城の中で尻尾を振っているがいい。そういうわけにはいきませんよ。彼女の意思を無視して連れ去ろうとするのなら阻止するほかありません。貴様ごとき、この俺が相手をしてやるまで遊んでる。やれやれ、風間では殺してしまいそうですし、知らぬいの獲物は手加減ができる代物ではない。となると私がお相手するしかありませんか。下がっていてください。怪我をするかもしれない。下がっていなさいと言ったんです。
なるほど。さすが奥詰めという大役を務めるだけのことはある。鬼の一族でも君とまともに立ち会える者は多くはないでしょう。その強さに敬意を表します。喋りすぎだぞ天城。もらった。先ほどから狙いは腕や足ばかり。むしろ相手には本気を出せませんか。どうやら人を斬ったことがないと見受けられる。くだらんな。所詮将軍に媚びるために身につけた座敷犬の芸というのは、人を殺せぬ剣に一体何の価値があるというのだ。おいおいおい、一体何を遊んでやがんだよ。ったく、余計な真似するんじゃねえよ。貴重な女鬼をよりによって俺の手で殺させるつもりか。大丈夫ですか？知らぬい。貴様、貴重な女鬼の体に傷をつけるとはどういう了見なのだ。んなこと言われてもしょうがねえだろうが。こいつがいきなり飛び出してきたんだからよ。あのままちんたらやってて人間どもが集まってきたら面倒なことになっただろうしな。確かにそうか。我が刀を人間どもの血でいたずらに汚す必要もないだろうからな。おいてめえら、ここを一体どこだと思ってやがるんだ。まさかここでてめえらの面を拝むことになるとは思わなかった。確か天霧と言ったな。薩摩藩と懇意にしているあんたが何故ここにいる。お前手怪我してるじゃねえか。まさかこいつらにやられたのか。八郎、急いでこいつの怪我の手当てをしてやってくれ。分かってます。こちらへ。なんだ貴様ら。我々のことを勘ぐるより幕臣どもに媚びでも売ってきた方がいいのではないか。名をなす絶好の機会だね。そうはいかねえよ。池田屋の時といい、金門の変の時といい、気なくせえ騒ぎの時には決まっててめえらが現れやがるからな。孝子の憂いっつうのは早いうちに立っとくに越したことはねえだろ。光明神に流行る卑しい犬ども。風間、ここは引きましょう。
我々は目的を十分に果たしたはずです。我ら鬼はあくまで歴史の陰に住まうもの、歴史を大きく動かすような真似をしてはなりません。雪村の名を継ぐ女を、我々が言ったことを夢忘れる。いずれお前を迎える、その時を楽しみに待っている。待ちやがれ。そう遠くへは行ってねえはずだ。近くを探すぞ。承知。おお、分かってるって。八郎、後のことは頼んだぜ。手当てをしましょう。怪我したところを見せてください。傷を見せたくない理由でもあるんですか？見せてください。かばった女の子の肌に傷なんて残してしまっては武士の名折れですから。君は負った傷がすぐに癒えませんか？波の人間とは思えぬほど怪我の治りが早くありませんか？大丈夫。あなたはただの女の子ですよ。だって僕は知っていますから、あなたが素直で優しい普通の女の子だということを。ずっと昔から知っていますから。時に交わした約束、ずっと守ってきてくれたんですね。覚えていませんか？一緒に手をつないでお菓子を買いに行ったり、行動さんの蘭学書を二人で読もうとしてさっぱりわからなくて頭を抱えたりもしましたよね。はい、君の秘密もその時に聞かせてもらったんです。その時に交わした約束は今もはっきりと覚えています。あの時の約束覚えてますか？
そうです。まさか忘れられてるとは思いませんでした。僕はずっと覚えてたのに。凛々しい？僕がですか？そうですか。つまらないな。あなたにそう思ってもらえたのなら嬉しかったのに。さっきの三人はあなたのことを同胞と呼んでいましたが、心当たりは？気になりますね。彼らは君に妙に執着していた様子ですし。おい八郎、雪村、どこにいるんだ？トシさんたちが戻ってきたみたいですね。話の続きはまた今度にしましょうか。松本先生、雪村君。おお、早速会えたようだな。はい、おかげさまで。私は君に会うためにここに来たんだよ。高堂さんの娘さんがここに身を寄せていると近藤さんが教えてくれたんだ。高堂さんと松本先生が懇意にしていたことは俺も知っていたからな。何か高堂さんの手がかりになればと思い、松本先生が京に戻ってすぐに連絡を取った。その仲立ちをしてくれたのが実は伊庭君だったんだ。こんにちは。できればここにはもっと別の用事で来たかったんですけど。高堂さんはこの新選組で羅刹を生み出す薬、落ち水の実験を行っていた。もともと羅刹の研究は幕府の手で秘密裏に進められてきました。幕臣の中でもごく一部のものしか知らされていない重要機密ではありますが、僕たち奥詰めの者は万が一に備えてその存在を知らされています。対処法を含めて。実験が始まった当初の羅刹は、それはもうひどいものでした。彼らと剣を交え犠牲になった者も数多くいます。その研究の一部を新選組で引き継いでいると聞いて確かめに来たのですが、そこまで分かってんなら今さら隠し立てしても始まらねえか。俺たちが幕命で羅刹の研究をしてんのは本当だ。そうなった経緯については話すと長くなるんだが、ここに薬を持ち込んだのは高堂さんだな。高堂さんが羅刹の研究を？近藤さん、トシさん、
率直に聞かせてください。新選組は今後羅刹をどうするつもりなんですか。どうするもこうするもねえだろう。羅刹の研究は莫名だ。俺たちの一存でやめるわけにはいかねえよ。もしこのまま実験を続けて万一のことがあったらどうするつもりなんですか。ここには戦えない人もいるというのに。もし幕府の意向に逆らえないというのであれば、僕が直々に上役に掛け合っても構いません。私も伊庭君に賛成だ。ありゃ人間が扱いきれるものじゃない。トシさん、俺もあの薬が危険な代物だってのはよく分かってるつもりだ。それなら。だがあいつらが戦力になってるのも事実だから。それにもし実験を取りやめちまったら、もう羅刹になっちまってるやつはどうなる。それは答えづらいのであれば、僭越ながら私の方からお答えしましょう。さすがに切り合いは無理ですが、少し話をするぐらいならどうにでもなりますよ。もし落ち水が扱いきれぬ代物だということになれば、おそらくは処分されるでしょうね。羅刹となったこの私も含めて。何ですって？三男さん、なぜあなたがあの薬を。哀れまないでください伊庭君。私はこうして羅刹となったことを喜んでいるのですよ。喜んでいるですって。はい、左腕を負傷し、剣客としては死んだも同然のこの私は、落ち水によって見事生き返ることができました。あなたも剣客であれば片腕を失うこと、そして戦えず隊の役に立てぬことがどれだけ苦しいか想像できるでしょう。こうして忠告してくれた君や松本先生には申し訳ないと思うが、ここで実験を取りやめてしまうことは三男君を見殺しにするのと同じことなんだ。高堂さんを探し出すことができれば、三男君や羅刹となった皆を元の人間に戻す方法も見つかるかもしれない。私は人の身に戻りたいなどといった覚えはありませんがね。医者としちゃ複雑だがな。三男君や大使たちの命がかかってるとあっては、実験を取りやめろとも言えんか。早急に高堂さんの行方を見つけ出すほかなさそうですね。私は何かあった時のために薬を調合してみることにするよ。気休めにしかならんだろうが。そんなことはありません。お二人の気遣いはありがたく受け取っておきます。
一体何の用だ。血相を変えて追ってくるとはよほどの用事なのか。幹部大使の私が局長の部屋の前を通りかかったとして何か問題があるのか。例えば聞かれては困る話をしていたとか。待て。逃げるつもりだな。そうはいかんぞ。話はまだ終わっていない。声を出すな。一体誰を呼ぼうとしていた。あの男、伊庭と言ったか。将軍奥詰めとかいう大層な位らしいが、あの男がなぜここに。局長や副長に余計なことを吹き込んででもいたのではあるまいな。余計なことね。話されるとまずいことでもあるんですか。お茶組からなかなか戻らないので少し気になって来てみたんですが、あなたは確か武田さんでしたか。お久しぶりです。僕の名を呼んでくれましたね。嬉しかったです。ありがとう。我々は外部には明かせぬ大使同士の情報交換をしていたのだ。部外者は引っ込んでいろ。そもそも貴様、今日は一体何の用でこの豚所へやってきたのだ。松本先生に同行させてもらったんです。大使の健康状態について話し合わなくてはならないとのことでしたので。どこまで本当なのやら。言いたいことがあるのなら近藤さんの前で尋ねてくださって構いませんよ。そうなると僕もあなたのことで近藤さんに話さなくてはならないことができてしまいます。貴様などに言いたいことなどない。私はこれで失礼する。どういたしまして。こういう時は遠慮なくお兄さんを頼ってください。子供の頃約束したでしょ。何があっても君のことは僕が守ってあげるって。先ほどこちらから武田君が歩いてくるのを見かけましたが、君たちと話していたのですか。
伊庭君、あなたと武田君は以前も何やら揉め事を起こしたそうですね。ほどほどにしておいた方がいいですよ。武田君は少し前の私に似ています。これ以上追い詰めるべきではありません。少し前の三男さんに？彼は甲州流軍学を治めた人物として体内で非常に頼りにされていました。伊藤さんが入隊するまでは。彼もこの新選組の中に居場所を見出そうと必死なのですよ。私と同様にね。だからといって弱い立場の者に当たり散らすような真似をして許されるはずがないでしょう。まあ確かに己の立場を笠に着て威張り散らすあたりは小者以外の何者でもありませんが、窮鼠猫を噛むという言葉もありますからね。油断しないに越したことはありません。あなたも気をつけた方がいい。小物だと侮っていると痛い目に遭うかもしれませんよ。はい、肝に銘じておきます。あなたもなるべく武田さんには気をつけてください。決して二人きりにならないように。何かあれば手紙で知らせてくださいね。どこにいても急いで駆けつけますから。いいですよ、遠慮なくどこからでも打ち込んできてください。それでは失礼します。でやー一本次。そろそろ大使たちが一巡した頃だな。今日はこの辺にしておくか。もう終わりにしまうのか。せっかくだからもう少し八郎の剣筋を見てんだけどな。稽古の目的は大使たちの剣技を磨くためであって、あんたの目を楽しませるためではない。己の本分を忘れるな。まあしゃあねえか。そんじゃお前ら後片付け始め。ちょっと待って、せっかくの機会だから僕とも手合わせしてくれないかな。もちろん自信がないんなら無理にとは言わないけど。いえ、せっかくのお誘いですからお付き合いします。よろしくお願いしますね、沖田君。まさかこんな面白そうな試合を見られるとはな。やっぱ日頃の行いと賜物か。たく、嬉しそうな顔しやがって。掃除に八郎か。どっちが勝つんだろうな。新選組としちゃやっぱ掃除に勝ってほしいとこだけど。
おしゃべりしてないで誰か審判してよ。いつまで経っても始められないじゃない。俺がやるよ。そんじゃ始め。掃除の腕前はあんたも知っての通りだ。だが八郎も江戸四大道場と謳われる連武館の跡取りで家持公の護衛を務めるほどの尋常ならざる剣技の持ち主。二人は市営館時代にも幾度か剣を交えているが、当時から腕前はほぼ互角だった。いや、勝敗は決まっている。一本！僕の負けですね。ま、相手が掃除だってことを考えると十分善戦してたと思うぜ。そうそう、いい勝負だったじゃねえか。掃除だって危ねえ場面が何度かあったもんな。それは否定しないよ。でもこれなら何十回やっても僕が勝つけどね。それはどういう意味ですか、沖田君。もしかして言われなきゃわからない？君って剣に関してはそれなりに勘が働くと思ってたんだけど、君の剣は軽いんだよ。僕の剣が軽い？さて、次は誰の番だ？佐野、言っとくか？俺じゃ獲物が違うだろうが。よし、んじゃ俺が。待った。手合わせというのなら私にやらせてはもらえないか。音に聞く伊庭の古天狗の腕前をぜひこの目で確かめさせていただきたい。いいえ、僕は。おや、私ごとき小物と剣を交えるのは時間の無駄だとでもおっしゃるのですかな。さすが家持公の護衛を務める方だけあって気位が高くていらっしゃる。おい、武田さん。普段手合わせすることがない相手と打ち合ういい機会だと思ったのだが、打ち合ったことがない相手なら他にもいるからな。いいでしょう、僕が相手になります。では俺が立ち会い人を務めよう。それでは始め。
何？そう簡単に一本取らせません。こう見えてもそれなりに修羅場をくぐってきてるんですから。やめ！今のは何のつもりです、武田さん。何とは？こたびの稽古はあくまでも各々の剣術の研鑽のために行っているはず。それなのにあんたが先ほどから狙っているのは八郎の急所ばかり。しかも真剣の稽古。新選組の剣は支援で振るものであってはならぬはずですが。何を言っているのやら。稽古に熱が入りすぎて前後が見えぬようになることはまあまああるでしょう。熱が入りすぎただ？面白い冗談を言ってくれるじゃねえか。俺たちの目が本気かおふざけかを見分けられねえほど曇ってるとでも思ってんのか？私の逃走を許さずと局中ハットにもあるはずだが、何の騒ぎだね。局長、お聞きください。私は新選組幹部としての本分に背くような真似は一切しておりません。詳しく聞かせてくれるか。そもそも天然理心流、ひいては新選組の稽古は実戦を想定したものであるはずです。斬り合いの際、相手が急所を狙ってくることはままあるはず。それを想定した稽古を行うことの何が問題なのでしょうか。先ほどの試合は俺も途中から見せてもらった。単なる稽古として行われているか、あるいはその剣に悪意が込められているかは剣筋を見ていればわかる。同じ主君をいただく伊庭君に支援で怪我を負わせようとするとは言語道断。新選組幹部としてあるまじき行いだ。お待ちください局長。私は今回の件に関して弁明を聞くつもりはない。このことは他の幹部大使とも相談の上処分を決めさせてもらうから覚悟しておくように。さてと、名残惜しいけどそろそろ帰らなきゃ。いえ、あのことに関しては別にいいんです。それよりもその前の沖田君の言葉がぐさっときちゃって。君の剣は軽いんだよ。まだ江戸にいた頃は沖田君とは何度も打ち合ったことがあるんです。彼、子供の頃から負けん気が強かったし、僕の方が強いって言われたことも一度や二度じゃないんですけど、さっきみたいに淡々とした調子で言われたことはなかったので。
まあでも事実ですよね。沖田君の剣に比べると僕の剣は軽い。江戸にいた頃は互角の腕前だったのに、どうして追い抜かれたのかというと、分かりきってますよね。不定浪士たちと常に命のやり取りをしてきた彼らと、江戸で安穏と日々を送ってきた僕じゃ、振るう剣の重みが違う。僕にはまだそんな機会はありませんが、いつか彼らのように命を懸けて刀を振るう日が来るのでしょうね。その時のため、彼らに恥じないような覚悟と剣技を身につけておかなくては。あなたはこんなところで暮らしているんですね。ここでの暮らしは辛くはありませんか？トシさんたちから聞いています。寝食を共にした大使たちが血まみれになり、鬼のように刀を振るって人を殺める、あるいは命を落とす。そんな中に一人でいるのは辛いでしょう。今なら僕がトシさんに頼んで君を引き取ることもできます。馴染みじゃないですか。そんな顔、あなたには似合いませんよ。今の状況を考えると難しいかもしれませんが、元気を出してください。いたいた、おい、イバー。まったく、いつまで入り浸ってるんだ。お前、今日に来た目的を忘れてるんじゃないだろうな。すまない、ここは居心地がいいのでつい時間を忘れてしまって。まあ、昔馴染みが大勢いる場所だし気持ちはわからなくもないが、少しは俺の立場も考えてくれよ。あんたは新選組の人？そう。他の大使が見当たらないけど、寺の中？いらない。あんな連中を呼びつけたりしたら後が怖いし。そんなに怖がる必要はないのに。彼らは別に君を取って食べたりはしませんよ。そりゃ分かってるけど、江戸にいた頃、あいつらと揉めた道場の奴らがどんな目に遭わされたのか思い出すと。
彼は元山小太郎、僕と同じく直参旗本で評定所の書物方を務めています。いや、こちらこそ。しかし、まさか新選組にこんな子供がいるとは思わなかったな。子供だと思って甘く見ない方がいいですよ。泣く子も黙る鬼副長の故障を務めてるらしいですから。鬼副長ってあの喧嘩上手の土方歳三？帰るぞ今。俺はまだ殺されたくない。ああちょっと。年が明けたばかりだからな、年始回りや新年の挨拶で出かける人が多いんだろう。どっちかっていうとそれを口実にお酒を飲もうとしてる人の方が多そうですけどね。あの三人みたいに。あ、まあせっかくの正月だからな、たまにはいいだろう。それはそうなんだが、せっかくの機会だし、世話になっている京の寺社に挨拶しておきたくてな。こういう時に少しずつでも顔を売っておくのが大事なんだよ。まあ、君にはわからないだろうけど。それはこっちのセリフです。こんなところに一人でどうしたんですか？新選組の方々は？なるほど、そういう事情だったんですか。それなら僕が豚書に連れて行って口添えしてあげますよ。もちろん。なんでしたら君を見かけた僕が無理やり連れ回したということにしても構いません。では豚書に戻りましょうか。西本願寺は向こうの方角だったかな。ちょっと遠回りするだけですよ。あなたをどこかへ連れ去ろうなんてつもりはありませんから、ご心配なく。それは、着いてからのお楽しみです。
どうです、ここのカステイラのお味は。よかった、あなたに食べさせてあげたいと思ってたんですよ。少し寄り道をして君と食べ歩くぐらいの約束は許されるでしょ。大丈夫です、もし何か言われたら全部僕のせいにしてしまって構いませんから。そういえばそうでしたね、あの時は断られてしまいましたけど。今回はこうしてお茶に付き合ってもらえたし、少しは仲が進展してると思っていいんでしょうか。近頃豚書の様子はどうです、トシさんたちは元気にしてますか。どうしました。あの人が、本当かな。いえ、本当に郷里に戻るのであればいいんですけど、どこまで本当なのかなって。まあもし彼に企みがあったとしても、それに気づかないトシさんじゃありませんしね。ねえ、そこにいるのって。やっぱり。どうしたの、こんなところで。島原に来るんなら一声かけてくれればよかったのに。ねえ、あの人一体誰？役者みたいに綺麗な人だけど、もしかして合いびき？なんだ、違うの？新選組の大使さんじゃないわよね。あそこの大使さんにこんな育ちの良さそうな人がいるはずないし。まあ間違ってはいませんけど。将軍奥詰めを務めています伊庭八郎です。彼女とは幼い頃から仲良くさせてもらってます。自己紹介どうも。私は千、見ての通り彼女のお友達よ。それより奥詰めって本当？そんな立場の方なのにこんなに気軽に出歩いてていいの？一応今日の視察も兼ねていますから。今のこれは
あくまでも私的なものですけどね。彼女が新選組の大使でもない人と二人でいるなんてどうしたのかと思ったけど、少なくとも悪い人じゃなさそうね。安心したわ。近頃調子はどう？新選組の人たちにいじめられたりしてない？大丈夫ですよ。僕も京にいますから、何かあった時はいつでも頼ってください。あなたを守るだけの力はあるつもりですから。その言葉どこまで本気なのかしら。彼女は本人が思っているよりもずっと重い運命を背負っている。そして彼女を狙う存在はあなたが想像しているよりずっと強大よ。おせんさんと言いましたね。あなたは何を知ってるんですか？それは答えられないわ。私が聞きたいのは一つだけ。あなたは本当に彼女を守ってくれるの？僕には彼女を守る理由がありますから。たとえあなたがそれを忘れてしまっているとしても。その言葉、決してたがえないでちょうだい。あなたがその約束を守ってくれる限り、私も力を貸してあげる。ありますよ、僕には。この命を懸けてでも君を守るだけの理由が。それだけだと思います？教えてあげません。ゆっくり考えてみてください。僕ばかりやきもきさせられるのは公平ではありませんし。それに少しぐらいは子供の頃のことを忘れられていた仕返しをさせてもらってもいいでしょ。さて、そろそろ行きましょうか。もう少し一緒にいたいけど、あまり帰りが遅くなるのも問題でしょうし。あ、
見てください、あそこ。雪村君、よかった、姿が見当たらぬから、てっきりあの鬼を名乗る輩にでも連れ去られたのかと思ったぞ。つまんないの、僕たちとはぐれて顔面蒼白になってる姿が見たかったんだけどな。それは残念でしたね。奥詰めって迷子探しもするんだっけ？それとも単に伊庭くんが暇人なだけ？あ、おい伊庭！おや、元山、一体どうしたんです？そんなに息を切らせて。一体どうしたんです？じゃないだろう。この人混みの中どれだけ探し回ったと思ってるんだ。どれだけって、そうですね、かれこれ一時ほどでしょうか。さらっと言わないでくれ。まったく、雪村くんらしき人を見かけた途端目の色を変えて走っていってしまって。へえ、この子を見かけた途端ね、どういうことなのかな伊庭くん。な、それはですね、そういえば我々は年始の挨拶回りの途中でしたね。はあ？年始の挨拶回りって、これだけ時間を無駄にしておいて今さら。急ぎましょう。それじゃあ近藤さん、沖田君、豚書にはまた後日挨拶に伺いますので。なるほどね、意外なようなそうでもないような。伊庭くんって意外と目ざといんだな。お前は雪村か。そう警戒することもなかろう。私はもう新選組幹部ではないからな。お前をどうこうするつもりはない。もうこの場所を訪れることもないだろうからな。いろいろなことを思い出していただけだ。この西本願寺へ移ってきたのもちょうど今ぐらいの時期だった。あの頃はまさかこうして隊を脱することになるなど予想すらしていなかったが、
では失礼する。出がけの打賃としてはこれぐらいで十分か。おや、武田君じゃないか。もう出るところかい？別れの挨拶をしただけだが、どうしたんだね。それは本当かね。彼は一体なぜそんなことを。そうしたいのは山々なんだが、実は先ほど巡察に出た時に足をくじいてしまってね。トシさんが戻り次第事情を明かして手を打ってもらうしかあるまい。雪村君、随分と慌てて追ってきたようだが、私の見送りに来てくれたというわけではなさそうだな。それとも何か確かめたいことでもあるのか。とぼけるな。新選組には我々幹部大使にすら伏せられていた大きな秘密がある。そしてお前はそれを知っている。そうだろう。とぼけても無駄だ。剣の腕もないお前が文不相応に体内で徴用されている事実、そして松本良順と言ったか、あの乱法医が豚書に来た時何やら怪しげな話をしていたこと、お前は確実に何かを知っているはずだ。なるほど、まだとぼけるつもりか。ではこれに見覚えはあるか。やはりお前は知っているようだな。
この薬が何であるのかを。この薬を持ち込めば伊藤派の連中も私を無下には扱えまい。答えろ雪村、この薬は一体何なのだ。この資料には細部こそ記されていなかったものの、人知を超えた生命力を持つ化け物のことが書かれてあった。もしそれが本当であれば、興味を持つ者は多かろうな。幕府側にも薩長側にも、どちらだろうが構わん。この薬は私を高く売りつけるために利用させてもらうだけだ。何？おのれ、貴様、よくも。なんだその体は。私は今確かにお前を斬って。そうか、貴様があの書に記されていた羅刹とやらか。これはいい。お前の傷が治る様を見せれば、羅刹とやらの存在を疑う者はおるまい。さあ来い。名を成すためせいぜいその力を利用させてもらうぞ。やめろ。そこで何をしている。先ほど豚書にお邪魔したとき、井上さんから事情を聞かせてもらったんです。また貴様か。つくづく人の邪魔をするのが好きと見える。その手を離しなさい。さもなくば。さもなくばなんだ。こうするまで。訳があって豚書で預かっているものだと聞いていたが、そういう理由だったのか。どんな理由です。負わせた傷が一瞬で治る不可思議な体の持ち主だ。伊藤さんが以前言っていた、新選組には大きな秘密があると。さしずめ、あの部屋で行われていた研究と関わりがあるのだろう。この分だとどうやら三男さんが生きているというのも本当らしい。新選組とは何だ。何を隠している。随分と妄想がお好きなようですね。剣術よりも下作本を書く方が向いているのでは。どうあっても真実を語るつもりはないか。まあいい、
伊庭八郎、お前は何のためにその女をかばう。化け物女だぞ。黙れ。事実を言っている。その女は化け物だ。よく見ろ。先ほどこの私が負わせた刀傷が塞がっているだろう。黙れ！もしや知らぬのか？ならば見せてやろう。その目でしかと確かめるがいい。これ以上彼女を傷つけさせない。まだやるか、武田観柳祭。次は右腕だけでは済まさない。誰かを殺すつもりで刀を振るったことなどないが、お前だけはためらいなく切れそうだ。あの薬を飲めばこんな怪我など。薬が。いやー、深追いはしない方がいい。あの怪我ではそう長くは持たないでしょう。彼が持ち去ろうとした書類と薬は無事みたいですしね。大丈夫でしたか？あんな目に遭わされて怖かったでしょう。怪我の様子はどうです？傷を見せてください。知っていましたよ、あなたのその力のことは。もしかしたらあなたはもう忘れてしまってるかもしれませんけど、小さい頃あなたは何度か見せてくれました、傷が治るところを。その力は二人だけの秘密だから、絶対誰にも見せてはいけないと約束しましたよね。あなたは化け物なんかじゃない。僕が守りたいと思う一人の女の子です。あの頃も今も。どうして謝るんです？
いいですよ。今思い出してくれたんですから。僕の剣は軽いって沖田君が言ってましたけど、刀を握っている時己を制することができなかったのはさっきのが初めてです。トシさんたちは今日に来てからずっとあんな気持ちを抱き続けてたんですね。何かを守るっていうのは綺麗事じゃないんですね。あなたの願いならどんな願いでも叶えてあげたいところですけど、その願いだけは聞けません。多分僕は大切なものを守るために剣を学び身につけてきたんですから、そのために誰かを傷つけ殺すことになったとしても後悔しない。おい、二人とも無事か。この俺が助けに来てやったぜ。とりあえず屯所に戻ることにしましょうか。事の顛末をトシさんにも知らせなきゃいけませんしね。いやしかし広いですね。最初の屯所とのあまりの違いに驚きましたよ。さすがトシさんですよね。どうやって西本願寺からこれほどの条件を引き出したんです？人聞きの悪いことを言うんじゃねえ。俺たちはあくまでも先方の行為に甘えただけだ。ありがとう。美味しそうな茶だね。ところで伊庭君、今日は一体どういった用事でここに？はい、ここ数日今日の警護衆たちの様子がやけに物々しいのはなぜかご存知かと思って。土佐の坂本龍馬ってやつを知ってるか？我々から見ると今すぐにでも捕らえたい相手ではあるのだが。そう簡単に行きゃ苦労しねえよ。しかし坂本を狙っているのは我々だけではないからな。だな。見回り組の連中は前に坂本に面目を潰されたらしいから相当恨んでるって聞くぜ。なるほど。先ほど見回り組の方々がやけに殺気立っていたのはそのせいですか？坂本も坂本で自覚があるのかないのか
わざわざ幕府側を挑発するような真似をしやがるし、ありゃ一遍切られねえとわからねえんじゃねえのか。トシさん、もし坂本の所在を掴んでいるのなら教えてください。もし今彼が暗殺されるようなことになれば、間違いなく大騒動になります。新選組の方が忠告しても聞き入れないでしょうから、僕の方から伝えておきます。それも一理あるか。わかった、ついてきてくれ。一応当たりはつけてある。はい。わかりました。元山君の忘れ物かな。まだ門のところにいるはずだから持って行ってあげなさい。副長、見回り組の件でお知らせしたいことは。ちょうどその話をしてたとこだ。話してくれ。実はここ数日、見回り組が怪しげな動きを見せています。腕の立つ手勢をよりすぐっており、まるで大きな動きを起こそうとしているかのような。大きな動きか。山崎、お前はどう見る。おそらくは暗殺かと。それもかなりの大物を狙っているとしか思えません。まさか。雪村君、俺は局長にこのことを伝えに行く。君は副長との連絡係に。僕が責任を持ってこの子を守ります。トシさんのことも止めます。それが最善ですよね。お願いします。事態は一刻を争うので。元山、今聞いた話を各所に伝えてきてくれますか。ああ、頼まれた。それじゃあ行きましょう。何でも中で切り合いがあったらしいよ。人が大怪我したとか。あ、トシさん。なんだ、八郎はともかくお前まで。まあいい、万が一の時のため怪我の手当てができる人間がいた方がいいか。トシさん、見てください。あの人確か土佐藩の。お前たちはここにいてくれ。俺は中の様子を確かめてくる。わかりました。気をつけて。遅いですね。まさか。トシさん、どうでした。
中の様子は？どうやら坂本と中岡ってやつが襲われたらしい。坂本は即死、中岡は一命は取り留めたが、あの様子だとそう長くは持たねえだろうな。俺はここに残って辺りの様子を確かめておく。長居して余計な疑いを招く気はねえが、気になることもあるからな。八郎、悪いがこいつを豚所まで連れて帰ってやってくれ。わかりました、行きましょう。お腹空いてませんか？なんならどこかで何か食べていきましょうか。坂本龍馬が殺されたことで、この京の町は大きく揺れ動くでしょう。状況が少し違います。あの時は長州から御所を守りきり、幕府側が勝利を収めました。二度目の長州征伐の失敗で幕府の権威は地に落ちています。そんな時、長州藩に攻めてくる口実を与えてしまった。そして金門の変の時は、幕府側についていた薩摩藩が今度は長州の後ろ盾となり、京に登ってくるはずです。この京は再び戦場になるかもしれません。その時、果たしてどれだけの者が戦えるのか。逆ですよ、幕府の中にいるからこそわかるんです。長州征伐が失敗に終わったことで、徳川親藩ですら幕府の力に疑いを持つところが出てきている。僕のような旗本御家人でさえ、本気で戦をするなどと考えていない者も多い。今の幕府のために戦う家臣が果たしてどれほどいるか。確かにそうです。トシさんたちならきっと最後まで戦ってくれる。今の幕臣にはない覚悟の強さを感じられるからこそ、僕もついついあの人たちのところに足を向けてしまうのかもしれません。もちろんあなたに会いたいというのも理由の一つではありますけど。
新選組の人たちは僕たちよりずっと武士なのかもしれませんね。できるだけ早く京を離れてください。新選組に対する義理や高堂さんのこと、いろいろな事情があるのはわかります。すぐに決めるのは難しいでしょうけど、でもできるだけ早くそうした方がいい。気持ちはわかります。でも今度こそ本当に命を落とすかもしれない。その時僕が守ってあげられればいいでしょうけど、そうできるとは限らないんです。以前武田さんに殺されそうになった時のことを忘れたわけじゃないですよね。何が大丈夫なんですか？僕は大丈夫なんかじゃありません。あなたが傷を負うぐらいならこの身を切り刻まれる方がまだマシだ。たとえすぐに傷が治るとしても、それでいいなんて割り切れるはずがない。だから怪我をしても大丈夫なんて言わないでください。誰が何と言おうと、あなたは普通の女の子なんですから。あなたはよほど僕をやきもきさせたいと見える。わかりました。それじゃあ僕は幕府とあなたの両方を守ることにしましょう。屯所に戻りましょうか。お互いこれから大変そうですけど。山崎、どうだったんだ近藤さんの様子は。今は少し落ち着いたらしく眠っておられますが、傷が思った以上に深い様子で、銃弾は摘出しましたが我々ではここまでが限界です。ここでは道具にも限りがありますし。医者っつうと今ちょうど松本先生が大坂城にいるはずだな。ここじゃいつ戦になるかわからねえ。今のうちに向こうに移した方がいいか。申し訳ありません。俺が身を挺してでも局長をお守りするべきでした。何言ってんだよ。近藤さんが殺されずに済んだのはお前の働きがあってのことだろうが。しかし
済んだことを悔やんでもしょうがねえ。それよりも今は傷が広がらねえよう手を打つのが先だ。本人にとっちゃ不本意だろうが、近藤さんには大坂城でしばらく養生してもらうしかねえか。ちょうど病人もいるしな。病人つうのは誰のことだ？もしかして。掃除のことだよ。あいつの病は老害だ。なんだと？なるべく早く近藤さんたちを大坂城に移す手はずを整えねえとな。雪村君、ちょっといいですか？君に来客です。こんにちは。元気にしていましたか？近藤さんを大坂城へ移送する際、護衛を務めさせていただくことになりました。それから今は奥詰めではなく遊撃隊と名を改めることになりました。どうぞお見知りおきを。せっかくの年の瀬だし、本当ならのんびりと来年の抱負でも語りたいところなんですがね。それで近藤さんの容体はどうなんです？目は覚ましてくれたが熱がなかなか下がらねえ。掃除の方もとても剣を握れる状態じゃねえな。なるほど。わかりました。それでは我々が責任を持って二人を大坂城へと運びます。いや、二人じゃねえ、三人だ。三人？なに人ごとみてえな顔してやがる。お前も大坂城へ行くんだよ。なるほど。医術の心得がある彼女に近藤さんや沖田君を解放してもらうつもりですか？そういうことだ。薩摩の連中がやる気になってやがるからな。近いうちにこの京ででかい戦が起きる。そんな状況でこいつをこのままここに留め置くわけにはいかねえ。今の言葉は本当にあなたの本心ですか？おい八郎、余計なことを言うんじゃねえ。余計なことじゃありませんよ。大事なことです。だそうですよ、トシさん。確かに近藤さんや沖田君の看病は彼女でなくてもできるし。酷な言い方かもしれませんけど、彼女がついていって
病状が良くなるわけでもないですよね。何よりこのまま連れて行ったら僕が彼女に恨まれてしまいそうです。ったく、お前もこいつに感化されちまったか。しょうがねえ、江戸の女には勝てねえか。確かにそうかもしれませんね。にしてもまさかトシさんに勝てる女の人が日野のお姉さん以外にいるなんて思いませんでしたよ。余計なことを言うんじゃねえ。ま、薩摩の連中はやる気満々らしいが、幕軍は別に戦をしに来たわけじゃねえ。連中の挑発に乗りさえしなきゃ戦になることはねえはずだ。たとえ戦になったとしても、薩長が動員できる兵の数はたかが知れてる。まず負けることはねえさ。そうですよね。彼女のことをくれぐれもよろしくお願いします。あなたもトシさんや新選組の方々の命令をきちんと聞くようにしてください。それじゃあ近藤さんたちを大阪まで運ぶ支度をしましょうか。彼らのところに案内してくれますか。沖田君、大丈夫ですか？歩けますか？歩けるように見える？君って本当嫌味だよね。見えません。肩を貸しましょう。僕の首に腕を回してください。剣を振るう覚悟もない相手に気を使わせるなんて、僕も落ちたものだよね。無念とはこういう気分のことを言うのだろうな。太守公の御為に働かねばならんこの時期にこのような怪我をしてしまうと。心配すんな。あんたの留守は俺たちが守ってみせるさ。あとのことは頼んだぞ、トシ。本当にいいんですね。そうすればきっとあなたを一生後悔させてしまうことになる。先ほどトシさんはああ言っていましたが、薩長はどんな手を使ってでも徳川家を叩き潰すつもりです。おそらく戦になるでしょう。わかりません。数ならば幕軍が上回っているはずですが、
戦というものは兵の数だけで決まるものではありませんから。絶対に死なないでくださいね。危険だと思ったらどんな手を使ってでも逃げて生き延びてください。今日君の願いを聞くべきじゃなかった。無理やりにでも大坂城に連れて行くべきだったって。僕を後悔させるような結末にはしないと約束してください。確かに約束しましたよ。大丈夫、心配はいらんよ。彼らはきっと無事に戻ってきてくれるさ。池田屋の時だってそうだったじゃないか。不安がないといえば嘘になるがね。人にはそれぞれ命を懸けるべき役目ってものがある。だから焦ったりやけっぱちにならず、その時を待つべきだと、そう考えているだけだよ。雪村先輩、俺に何かできることはありませんか？わかりました。すぐに。くそ、三が日も明けねえうちから戦が始まるなんてよ。あいつら本当に日本人か？せめて七草がゆを食うまでは休ませろよな。ま、あの池田屋事件だって祇園祭りの宵山の時期だったしな。我々はいい。負傷した大使を見てやってくれ。それがどうにも芳しくなくてよ。兵力は明らかにこっちが上なんだが、薩長側はやけに遠くまで届く新型の銃を使ってやがってな。間合いに踏み込む前に撃たれちまう。しかも連発式だから弾込めしてる隙をつくこともできやしね。苦しい状況なのは確かだが、副長がこのまま一方的に敗北を喫するとは思えぬ。だな、あの人の知恵に欠けるしかねえか。とりあえず俺たちは無傷の大使を集めてもう一度撃って出る。佐野、援護してくれるか？おう、任せとけ。
なんだ今の音は。もしやこの建物が壊されそうになってるのか。大丈夫か。夜の闇に紛れて大砲を狙い一定の戦果を上げることはできたのですが、羅刹隊の人数は限られてるからな。俺たちだけで戦況を覆すのはちょっと無理だ。ここまでですかね。雪村君、無事かね。あんたがこいつをかばってくれたのか。感謝するぜ、三男さん、平助。土方君、口惜しいですが、もはや大勢は決しました。我が羅刹隊は敵を圧倒していますが、それでもここまで周囲に押し込まれていては意味がない。俺一人ならどんな目に遭わされようと最後の最後まで戦うんだがな。この場はやむを得ねえか。全軍撤退だ。三男さん、平助、しんがりとして援護を頼めるか。心得ていますとも。おう、任せてくれって。では雪村君、君に一つ頼みたいことがあります。我々羅刹隊はこれより全員出撃して敵を食い止めることになりますが、その隙に羅刹について記した資料を井上さんと共に大坂城まで運んでほしいのです。これまで多くの犠牲を払い改良を繰り返してきた羅刹の資料、そして何より落ち水が敵側に渡ると厄介なことになります。頼みましたよ。持ち出すことが難しいもの、後に代用が効くものはここで焼き捨てます。つまり君と井上さんに託すのは落ち水そのものや材料、そして最低限の書類のみです。ではどうぞこちらへ。建物が崩れる前に渡しておかなくては。心配はいらないさ。大坂城へ着けば彼らとは必ず合流できるんだからね。おととい伏見奉行所で言ったことを忘れたわけじゃないだろう。日が沈めば銃で狙いをつけるのは難しくなる。もう少しの辛抱だよ。あの着物は薩長の軍勢のようだね。
彼らに気づかれないようやり過ごすしかなさそうだ。おそらく淀のあたりに近づいているのは確かだと思うが、誰かがこちらへ近づいてくるぞ。雪村君、隠れて。その声は、そこにいるのかい？無事な姿を見せてあげたまえ。久しぶりだね。綺麗になったな。そちらにおられるのは確か新選組の井上さんでしたかな。娘をここまで連れてきてくださってありがとうございます。いや、礼には及びません。長い間頼りも出せずにすまなかった。実は遠く離れたところに囚われていてね。お前も新選組に囚われているのだったね。私はお前を探しに来たのだよ。もしお前が今回の戦に巻き込まれて命を落としてしまったらと、それだけが気がかりでね。残念だが大坂城には行かないのだよ。私もお前もね。今の言葉は一体どういう意味ですかな？決まっているではないか。娘は新選組には返さぬと言っているのだ。武田君、あんたは斬られて死んだと聞かされていたのに、生きていたのか？生きていたんだよ。そこにいるジジイに助けられてね。なんだって？さあ、私たちと行こう。何も迷うことはないだろう。雪村君、行動さんは信用できるかい？
ありがとう。ここは私が引き受けよう。君は先に行きなさい。大丈夫。私はこれでも新選組の組長だよ。時間を稼いだらすぐに後を追うさ。ここから一番近くにいるのは淀方面で戦っている遊撃隊だ。そこまで逃げれば伊庭くんがいるはずだよ。絶対に死なないでくださいね。危険だと思ったらどんな手を使ってでも逃げて生き延びてください。今日君の願いを聞くべきじゃなかった。無理やりにでも大坂城に連れて行くべきだったって。僕を後悔させるような結末にはしないと約束してください。さあ行きたまえ。君は君の務めを果たしなさい。いい子だ。君に危ない真似はさせられんよ。もし君をここで死なせてしまったら伊庭君にどれだけ恨まれるかわからない。行きなさい、雪村君。行けと言っているだろう。イサミさん、トシさん、私にも今ならよくわかるよ。こうして誰かのために体を張る、これも一つの武士の形だと。なんだ、どうかしたのか。いや、何か物音が聞こえたような。どうせ獣か何かじゃないのか。そうだな。何かあれば手紙で知らせてくださいね。どこにいても急いで駆けつけますから。そんな顔あなたには似合いませんよ。今の状況を考えると難しいかもしれませんが、元気を出してください。本当なら無理やりにでもあなたを連れて行きたいところなんですけど、そうすればきっとあなたを一生後悔させてしまうことになる。やっぱりあなたでしたか。まさかとは思いましたが、
もしかしたらあなたももう知っているかもしれませんが、幕軍は各所で総崩れとなり撤退を始めています。僕たちは前線から撤退する他の隊の援護に向かっていたんです。君はどうしてここに、しかもたった一人で。もしかして新選組にトシさんたちに何かあったんですか？それはもしかして例の。こんなところにいたんだね。あなたは行動さんですか？私を知っているのかね？はい、幼い頃あなたの診療所にお邪魔させてもらったことがあります。伊庭八郎と申します。おお、あの伊庭道場の子か。随分と立派になったね。再会を祝したいところだが、今は一刻を争う状況でね。娘をこちらへ渡してくれるかな？渡せとは穏やかではないですね。どういうことですか？ようやく会えたな、伊庭八郎。この日を心待ちにしていたぞ。あれだけの怪我を負って生きていたのですか？生きていた？違うな。生き返らされたのだよ。お前をなぶり殺すためにな。腕だと。どうなってるんだ。その腕は確かに僕が。何か言いたそうだな。そんなに私の腕が気になるか？武田君は少し前の私に似ています。これ以上追い詰めるべきではありません。確かに己の立場を重ねきて威張り散らすあたりは小物以外の何者でもありませんが、窮鼠猫を噛むという言葉もありますからね。油断しないに越したことはありません。たわいもないな。半分は正解だが半分は外れだよ。彼の腕は骨も腱も完全に断ち切られていた。いくら落ち水でも失われた腕を取り戻すことはできない。私が行っていたのは羅刹を生み出す研究だけではない。羅刹をさらに強化するにはどうすればいいか、それを研究していたのだよ。
失われた腕を再生させることはできるのか、あるいは他の者の腕を代用することができるのかをね。人間の腕で代用することはできなかった。だが人とは比べ物にならぬ生命力を持った者の腕ならばどうだろう。ちょうどいい。お前にも見せてやろうではないか。人知を超える力をこの私にもたらしたこの鬼の腕をな。どうだ、私は変わったぞ。力を手に入れた。貴様など相手にならぬほどの力を。お前は変わっていないな、伊庭八郎。人もまともに斬れぬ道場剣術のままだ。遅いな。まるで水から這い上がってきた亀のようだぞ。行くんじゃない。もし巻き込まれたらどうするんだ。そういえば貴様は私の腕を切り落としてくれたな。そう、こんな風に。どうだ伊庭八郎、この私と同じになった気分は。名門道場の跡取りが見る影もないな。貴様はもう一生刀を握れまい。なんだその目は。気に入らんな。左腕だけではなく右腕も切り落としてほしいと見える。それともその化け物娘をお揃いにしてやる方がいいか。武田君、分かっている。この娘はもっと大切な役目があるというのだろう。無様だな、その片腕で。まだ抗うつもりか。死にかけの虫の方がまだ往生際がいいぞ。まだ僕には右腕が残っている。たとえ腕をもがれようと足を落とされようと
僕が彼女を守らない理由にはならない。約束しましたから。小さな頃に君と さて、それでは手早く済ませるか。想像以上にあっけなかったな。まさか自分が殺されそうになっても約束を守る人間がいるとは思わなかったわ。あの時の彼女を守るって言葉は嘘じゃなかったみたいね。遅くなっちゃってごめんなさいね。あなたたちの行方を追うのに意外と手間取っちゃって。雪村家の傍流筋が八瀬の里から鬼の腕を奪っただけではなく、それに羅刹を与えるとは、恥を知りなさい。お前がやっていることは鬼の一族に対する裏切りよ。相応の覚悟はできているんでしょうね。何のことやら。私などのことにかかずらっておられるよりも、そちらの彼を手当てして差し上げた方が良いのでは。姫様、ここは私が食い止めます。早く二人を安全な場所へ。おきく、わかったわ。できるだけ時間を稼いでちょうだい。そして必ず帰ってきて。承知しました、姫。さあ急ぎましょう。死に損ないが、やすやすと逃がすと思うか。あなたの相手はこの私です。人の世の歴史には関わってはならぬというのが鬼の定めとはいえ、鬼の腕を手にしたあなたはもはや人とは呼べぬ存在。全力で勝負に臨ませていただきます。この私に勝てるとでも思っているのか。身の程知らずめ。まあいい、古き時代の鬼が持っていた比類なき力、その身でしかと確かめるがいい。ここが私たちの一族が隠れ住んでいる八瀬の里よ。本来人間をここに立ち入らせることはないんだけど、彼の怪我を考えるとやむを得ないわね。心遣いに感謝します、おせんさん。気にしないで。彼女の大切な人なら、私にとっても大切な人だもの。少なくともここなら、薩長軍が攻めてくることはないわ。ちょっと待っててね。部屋の支度をさせるから、彼を休ませてあげましょう。
そろそろ交代しましょう。昨夜から寝てらっしゃらない様子ですし。伝えたいことがあるの。あなたの気持ちはわかるけど、ほんの四半時でいいわ。一緒に来てちょうだい。多分あなたにはもう察しがついてると思うけど、里の医師の見立てだと血を失いすぎてるそうよ。今のままだと彼はこの先一生刀を持つことはできないでしょうね。中へ戻ってください。お二人の話をあなたに聞かせるわけには。今の話は本当ですか？ええ、その通りよ。話の続きは中でしましょう。彼がこの先を聞きたいと思ってくれるかはわからないけど。すみません、僕としたことがお見苦しいところをお見せしました。続きは明日にした方がいいかしら。聞きたくないって言うなら無理に話そうとは思わないけど。僕は武士ですから、刀を振るって力の限り戦って。たとえ命を落とすことになろうとも後悔はしません。この左腕を失ったのも己の剣技の未熟さゆえ、そのことはよく分かっているつもりです。三男さんの判断を否定するつもりじゃありませんけど、僕は刀を握れなくなったからといって武士で亡くなったとは思いません。左腕が使えなくなったとしても、まだ右腕があります。右腕がなくなっても足や口がある。僕はまだ戦えます。幕軍は今回の戦には負けましたけど、このまま薩長が天下を取るということにはならないでしょう。まだ戦う機会はある。だから僕は戦い続けなくてはならないんです。ですがあれは、武田さんの腕は何だったのでしょうか。羅刹になったものはすぐに傷が癒えてしまうという話は僕も聞いていますが、ほぼ切断した腕も元通りになるのですか。それとも腕が生えたとでも。おせんさん、教えてください。わかったわ。少し長い話になりそうだけど。おきく、外の様子を見てきてくれる？承知しました。
伊庭さん、あなたが先ほど抱いた疑問は最もだわ。あれはただの羅刹というわけではない。彼の異常な強さの源はあの右腕、鬼の腕よ。鬼の腕？あの武田という男は羅刹の力だけではなく鬼の力をも手に入れた。古い時代の鬼たちは今の私たちより強大な力を持っていたと言われているの。だけどある時、人間との争いの結果、とある一族の頭領が両腕を失うことになった。もしあの腕が人の手に渡ったら災いが起きると言われていた。だから私たちの祖先はその腕をこの痩せの里で厳重に保管していたのよ。あなたには伝えてなかったけど、コードーさんの行方は私たちの方でも探していたの。コードーさんは西国で羅刹の実験を重ねた結果、生み出した新しい羅刹をとある藩に売り込んだらしいわ。そして先日、彼はこの痩せの里に入り込み、私たちの一族が厳重に保管していた鬼の腕を盗み出したのよ。私とお菊はその腕を取り戻すために高堂さんを追ってたんだけど、大丈夫ですか？もし聞くのが辛いのなら僕だけで聞きましょうか？武田の右腕はこの痩せの里から盗み出された鬼の腕に間違いないわ。本来なら切断した腕、しかも鬼の腕が人の体とつながるはずはないけど、落ち水を飲み羅刹になったことで生命力が増大したせいでしょうね。鬼の腕を盗み出すため高堂さんはこの里の鬼たちを何人も殺していったわ。いくらあなたの父を名乗っていようとも、痩せの里の長として彼を許すことはできない。石腕でも戦うつもりでした。人間相手の戦ならば刀を銃に持ち帰れば戦えると。ですがあの武田さんにはどうあがいても勝てません。力が欲しい。鬼の腕を持った武田さんと戦えるだけの力が。君は落ち水をここへ持ってきているのでしたね。僕にあの薬をください。そうすれば少なくともあの時のような無様な負け方はしません。お願いします。あなたは彼らをあのままにしておいていいと思っているんですか？だったら。酷なことを言うようだけど、たとえ落ち水を飲んだとしてもその腕は元には戻らないわ。切断しかけているものを治癒するほどの力は羅刹にもないはずだもの。だけど武田の腕がこの里から盗まれた鬼の腕ならば。
彼らができたのならば、あなたにもできるかもしれない。ごめんなさい。私もこんな方法は取りたくないけど、武田を倒して高堂さんの野望をくじくには、これが最善の方法だと思うの。恨んでくれて構わないわ。それに決断するのはあくまでも伊庭さん本人よ。私は羅刹を認めていないわ。本来ならこんな策を取ろうとは思わない。以前あなたに彼女を守る覚悟があるかどうかを聞いたこと覚えてるわよね。もう一度聞くわ。この腕は彼女を守る強大な力と大きな呪いをもたらす。そしてこの腕を取る決断をしたが最後、あなたは人の世界の歴史に関わってはいけない存在となる。それでも覚悟があるのなら、あなたに人としての性を捨ててもいい覚悟があるのなら、この力を持っていきなさい。判断はあなたに任せます。先ほどは片腕だけでも足だけになっても戦えると言いましたが、力がなくては大切な人を守りきることなどできません。彼らのような者が薩長軍に関わるのであれば、どのみち幕軍が滅ぼされるのは必定でしょう。ならば迷うべきではない。僕に落ち水をください。たとえ人ではなくなったとしても、大切な人を守れない方が辛いんです。じゃなくなってもいいんです。僕は武士として最後まで戦い抜くためにこの道を選ぶ。それが一番の理由ですけど、でももう一つ理由があるんです。何だと思います？人ではないと言われたあの時の君の気持ちに近づけるのであれば、人でなくなるのも悪くはないかもしれません。した高さじゃないって。大丈夫か。うわ、血が出てる。
血が出てたのに。お化けだ！傷が治るお化けだ！誰ですか？今石を投げたのは。怪我をしたらどうするんですか？いいって、何がです？黙っていてはわかりませんよ。ちゃんと教えてください。普通と違うのは、そんなに悪いことですか？もし僕が普通の子供と違ったら、あなたは僕を嫌いになりますか？でしょ？僕も同じですよ。あなたは化け物なんかじゃありません。普通の女の子です。でもその体のことは他の人には秘密にしておいた方がいいかもしれませんね。また今回みたいに嫌な思いをしないとは限らないし。そんな顔をしないでください。別に叱ってるわけじゃないんです。困ったな。元気を出してください。あと、そうだ、もしあなたに意地悪をする子がいたら僕がやっつけてあげますよ。大丈夫ですよ。今までは真面目にしてなかったけど、これからはちゃんと剣術の稽古をします。大切な友達を守るためですからね。僕が本気で剣術に打ち込むようになったのはあなたのおかげなんです。そのあなたのためなら人で亡くなることぐらい些細なことだ。お願いします。今度こそあなたを守らせてください。ありがとうございます。姫様、お伝えしたいことが。お菊、何かあったの？高堂と武田が結界を破って里に侵入しました。今こちらに向かっている様子です。何ですって？二人はここから逃げてちょうだい。あの二人がここに来たということは、おそらくあなたを狙っているはず。やはりここにいたのか。どうしてだって？決まっているじゃないか。お前を迎えに来たのだよ。まったく手間をかけさせてくれる。そういうことを言ってるんじゃないわ。あんた、よくここに顔を出せたわね。
この間は目くらましにかけられたが、お前ごとき、この私の相手ではない。遅い。造作もない。死に損ないが、まだ生きていたのか。人間の体というのは案外丈夫にできているらしい。バカめ、遅いわ。何をしているんだね。お前の腕前では武田君にかなわぬことぐらい分かっているはずだろう。お前などこの場で切り捨てても一向に構わんのだが、行動には一応借りがあるのでな。共に来てもらうぞ、雪村。いいですよね。彼らをこのままにしておいたら幕軍の敗北は確実だ。たとえ人の歴史から消え去ることになったとしても、僕はこの道を選ぶ。に貴様、その腕は一体何だ。なんだとは？あなたもよくご存知のはずですが、そうか、貴様も落ち水を飲んだのだな。そしてその腕を手に入れた。貴様も人の血をすする化け物になり果てたわけだ。ええ、あなたと同じようにね。ですが、一つ伝えなくてはなりません。僕はあなたと違い、己の意志でこの力を得たということです。同じく腕を失い、同じ力を得ても、僕たちの目的は違う。僕のこの力は、誰かを守り、思いを貫くために使う！では我々が不利なようですな。せっかく得た鬼の力をここで失うのは得策ではありません。ここは引くのが賢明か。なんだと貴様。あの男などいつでも殺せます。ここでこだわって命を落とすつもりですか。今日は遅れを取ったが、次こそ必ず貴様の首を取ってやる。覚悟しておけ、伊庭八郎。私たちは奪われた鬼の右腕を取り返すため、あの二人を追うことにするわ。
るしかないわ。あいつらに殺された里の鬼たちのためにも。正面から戦って勝利するのは難しいでしょうが、正攻法ばかりが戦いではありませんから。何度も言うようだけど、伊庭さん、あなたのその力は決して人の目に触れさせてはいけないものよ。人間相手には絶対にその力を使わないでちょうだい。分かってるわね。はい、分かってます。本当なら落ち水なんてものを使うのは認められないのよ。伊庭さんのことだって認めているけど、認めているわけじゃないんだから。姫様、何を言ってるか分かりません。お礼を言われることじゃないわ。もっと別の方法があれば、あなたの大切な人を羅刹になんてしなくても済んだのに。それはいいっこなしです。少なくともこの戦が終わるまでは。それじゃあそろそろ行きましょうか。この左腕、しばらくの間借り受けます。時が来れば返しますから。ここに新選組のみんなが。一つ頼みがあります。僕が落ち水を口にしたことは、新選組の人たちには秘密にしておいてほしいんです。この先ずっとというわけではありません。時が来れば僕の方から話します。ただ今はまだ踏ん切りがつかないんです。今のところ問題ありません。むしろ前よりも元気になった気がしますよ。誰か近づいてくるみたいです。そこにいるのは誰ですか？雪村先輩、よかった、心配してたんですよ。ありがとうございます、伊庭さん、本当にありがとうございます。礼には及びません。トシさんたちは無事ですか？はい、中で幹部大使の方々と今後のことを話し合っているところです。今後のこと？そうですよね、薩長を迎え撃たなくてはなりませんからね。どうかしたんですか？詳しいことは中でお話しします。どうぞこちらへ。雪村、お前無事だったのか？いや、生きて戻ってきたんなら別にいいさ。
お前と一緒にいたはずの源さんが亡くなっちまってたからな。てっきりお前も殺されてるか連れ去られちまったんだと思ってたの。無事でよかった。亡くなった。深い刀傷を受けてな。だが負った傷は全て向こう傷だった。たとえ勝ち目がなくてもあの人は最後まで戦いをやめなかったんだ。今回の戦であれだけ立派なチリザマを見せることができた人間なんて他にいねえさ。そうだ、お前に一つ頼みてえことがある。山崎も今回の戦で深手を負っちまった。傷の手当てを頼めるか。もしかしたらお前は見ねえ方がいいかもしれねえが。そうか、あいつも喜んでくれるだろう。生きててくれて本当によかった。行方が分からなくなってたからてっきり。心配をかけてすまない。もう大丈夫だから。他の大使たちはどうしたんだ。無事なのか。はあ、皆で一緒に大阪城に撤退してきたんだ。今まで土方さんと今後の動きについて話し合ってたんだけど、今後の動きの前にまず戦況がどうなっているのかを知りたいのですが。ま、俺たちがここに逃げ込んできてる時点で察しはついてると思うが、状況は良くはねえな。ということはこの大阪城に籠城して戦うことになるんですね。本来ならそうしてとこだが、守る相手もいねえのに城にこもっても意味がねえんでな。え、守る相手がいないというのは。慶喜公はとっくに船で江戸に戻っちまってるらしい。俺たちも支度ができ次第江戸に向かわなきゃならない。まさか慶喜公が。元奥詰めのお前には信じられねえかもしれねえがな、今回の戦は本当に信じられねえことばかり起きるもんだ。いえ、元山、遊撃隊も江戸に戻ることになるのか。まあそういうことになる。トシさん、新選組は今後どうするつもりなんですか。俺たちだけここに残っても仕方ねえだろう。江戸に戻って体制を立て直すしかねえ。こっちが失ったもの大きいから。細かいことは後で話そう。奥の方に顔を出してやれ。他の奴らも心配してたからな。それじゃあ我々はそろそろ失礼します。申し訳ありませんでした。それは何に対する詫びだ。僕は幕臣ですから。
俺だって今は爆心だ。お前に詫びられる筋合いはねえよ。どうしたんです？いいえ、礼には及びません。それよりも例のことは他の人たちには内緒にしておいてくださいね。なんだ？内緒って何のことだよ。秘密ですね。なんだよ、気になるな。まあ俺たちに関わりがないことならいいけど。あの子が生きてたって本当か？もし嘘だったらただじゃ済ませねえぞ。よかった。もしあのまま会えなくなっちまったらどうしようかと思ったぜ。どこか怪我してねえか？バカ、詫びることじゃねえだろ。無事で本当によかったぜ。こんなところにいたんですか。昨日の今日だというのに働き者ですね。あなたを探していたんです。江戸に戻る前に挨拶ぐらいはしておきたかったから。それほど辛くはないようです。こちらも。あなたが気に病むことではないんですよ。武田さんはずっと恨みを晴らす機会を狙っていました。あなたがいなくてもいずれはこうなっていたでしょう。それにもしあの時のことがなければ、おせんさんは僕に鬼の腕を託してはくれなかったでしょう。この腕がある限り戦うことを諦めずに済む。だから僕はあなたに感謝しています。ほら、日差しの下でも平気でしょ。だから悲しまないで。私のせいだなんて自分を責めないで。僕は徳川家の家臣ですから、慶喜公がおわすところに行きますよ。君、君足らずとも、真、真足らざるべからず。たとえ主君が主君らしくない行いをしても、家臣が家臣らしくない行いをする理由にはならない、ということです。トシさんたちもきっと同じ志なんだと思います。だとしたら負けていられません。待ってください。
もう少しここにいてください。どうしてですかね。君と離れると思うと、なぜか心が落ち着かないんです。胸がざわめいて、心が震えて、江戸に着くまで守ってあげたかったって。もっと君のそばにいたい、この腕で守りたいって。それだけが心残りです。もちろんですよ。また江戸で会いましょう。